どういうことだよ。まんじゅう屋で注射器6000本仕入れてこいってどういう仕事だよ。よくわかんねえな。まあ、気分転換にデッドバイデイライトでもやろうか。今日は、キラーで、うっ！あっ！頭が、なんだこれ！誰だお前。私は無免許ドクターだ。無免許ドクター。どうだね、私の電気ショックの色。いや、ちょっとスローモーションすぎる。え、お前は誰なんだ。私か。私は君だ。どういうこと。ここはどこだ。そしてなんだこれ。小学生が喜びそうな武器だな。やめろやめろ、ディスるな。それ手作りなんだ。手作り。まあいい、ちょっと能力を使ってみろ。なんだこれ。何も覚えてないのか。知らねえよ。なんだこのビリビリ。まだ驚くには早いぞ。もう一つ能力を使ってみろ。フェイト入れるな。なんだよこれ。俺の能力なのか。本当に何も覚えてないんだな。私は君だ。そう、ドクターなんだよ。しかも無免許の。手が勝手に。しかも無免許ってやばない。無免許で手術なんかできないよ。いや、そういう意味じゃないんだ。君はもともと殺人鬼だったんだよ。殺人鬼？そうだ、さっきも人を殴っただろう。君は怪我をさせるドクターなんだよ。何しろ私は無免許なんでね。あ、そういうこと？理解するのが早いな。もう自分でも気づいてるんだろう。いや、これは体が勝手に。フックにかけちゃってんじゃねえか。やるな。体が勝手にお前が操ってんのか。操ってんじゃない、お前自身だ。俺はその後も人を襲い続けた。頭の中に語りかけてくる正体は全くわからない。でも人を襲い続けるたびになぜかしっくりくる。そんなはずはない。さあ、残り二人だ。やるじゃないか。今見えてるだろう？それもお前の能力だ。こんな能力いらない。なぜだ、なぜ欲しがらない。嫌な奴には電気ショックを与えられる。嫌な奴とは距離を置く。じゃあ、悪人に罰を与える正義にもなれるじゃないか。それは、しかも今なら月々の電気量がめちゃくちゃ安くなるぞ。やっぱいらない。え？まあいい、そのうちお前もこっちの世界に来る。その証拠にもう一人じゃないか。だからこれは体が勝手に。笑わせるな。さあ最後の一人、早く楽にしてやれよ。俺は殴りの。よーし、よくやった。お前はもう電気も効かない。完全に無免許ドクターになったんだ。そう、私は君だ。戻ったのか。なんだ、夢か。はあ、頭痛え。でもあいつが言ってたな。俺はもう電気が効かないって。しかも偶然ここに電気ショックを食らう装置がある。もし本当に俺が無免許ドクターならこいつで、俺の正体が、わかるんだとしたら、
してみるか。